アンツピープとは、エストニアの教師、弁護士、外交官、政治家、初代国老、ビリアンディ県出身。1903年から1905年まで、クルディガの教育大学に通う。卒業後、教区での事務をこなす傍らアルークスネで、ニコライ皇帝ギリシャ正教学校の教員として、働いた。1906年までの間はクレサーレの教区学校でも、 教師として働いた。クレサールでは、教師での職を離れクレサール水平学校で働く。エストニアを離れ、サンクトペテルブルク大学の法学部で1908年から1913年まで学ぶ。1912年にベルリン大学で追加コースを受講し、1916年卒業。1919年から1940年まで、 タルト大学の国際法学教授として、教鞭を持つ。彼は、エストニア州議会の議員であり、ヤーンポスカ率いるエストニア代表団の一員として、パリ講和会議に臨んだ。タルト条約の締結にも関わっており、1919年から1920年まで、外務大臣補佐としても働いた。1920年には在英国エストニア大使、国老、 戦役大臣を兼任した。エストニア大使はその年のうちに辞めた。外務大臣を5回務め、1923から1925年には、エストニアの米国大使に就任した。1941年6月30日、内務人民委員部によって逮捕されグラグで、約3ヶ月後に死亡する。ありがとうございます。